皆さんこんにちは、聴衆の近藤でございます。今日は土曜日で、今2時ぐらいなんですけども、今すでにね、相続のお客さんが2件お見えになられて、でこの後もう1人お見えになって、で夕方抹消をね、手時の抹消をお願いしたいって方が1件来てっていう感じですね。で、ちょ今日はね、その間の時間で今動画を撮ろうと思うんですけど、この間面白いことがあって、どういうことかっていうと、弁護士さんに遺産分割協議書の作成上の注意点みたいな話をこのねスタジオでやってもらったんですよ。要は我々司法書士も、税理士さんとか行政書士さんとかいろんな方がこう遺産分割協議書って作るじゃないですか。で弁護士目線から見てどういうところが足りないよとか、こういうふうにしてくれるともっといいよみたいなことがあるのかなと思って、そういう話をしてほしいってことで、みんなで聞いたんですけど、その中でね、直接その話と関係ないんですけど、結構ね面白いことをおっしゃってたので、ちょっとそれをね、ちゃんとお断りしたんで共有していきたいと思います。どういう話かっていうと、弁護士、税理士、司法書士、こう3事業の中でお互いにこう全員こう相続に関わりますよね。でお互いにお互いのことをどういうところがこう何ですかね、足りないって思ってるかっていう目線をお互いあるわけなんですよ。それをちょっとね、まとめてもらったので、ちょっとそれをね共有していきたいと思いますね。まず税理士が弁護士に対して思ってること、それは税金の考慮が足りないって思ってるってことみたいですね。弁護士さんはとにかく紛争を解決してくれるんだけれども、そこでどういうね、課税が発生するかっていうことで、いくら課税されるのかってことに対しての配慮が足りないと、その紛争さえ解決すればいいと思ってるっていうようなことだと思います。それが1つ目。2つ目、司法書士から見て弁護士に対して、道路が漏れがちっていうふうに言ってます。要はその共有の道路、自宅があって、自宅の土地とそのような建物があるんですけど、近くにねその道路を共有持ち分で近隣の人が持ってたりすることがあるわけです。でそういうところっていうのは、その要は評価はゼロなわけですよ。道路なんで固定資産評価、固定資産税もかかってなかったりする。でそういうところをこう漏らしてしまってる、協議書とか調停調書とかから漏らしてしまって、登記ができないよと、道路に関してっていうことがあるっていうことだと思います。で次ね、弁護士から司法書士に向かって、条項の特定が甘いって書いてあります。要はその協議書にまとまった内容を書くんですけども、なんていうんですかね、こう一義的じゃないっていうか、いろんな解釈が許されるような、できちゃうような甘い文書の書き方になってるっていうふうに、やっぱ弁護士さんから我々が作る協議書ってのは見えちゃうっていうことを言ってますね。で次、弁護士から税理士に向けての目線、法的有効性の考慮が甘いって書いてあります。僕が言ってんじゃないですよ、僕が言ってんじゃないですけど、法的有効性の考慮ってね、要は税理士さんはその納税のことをね、やっぱり最初に考えて、税務上こういうふうにした方がいいっていうふうに考えるけれども、そもそもそれは法的にどういうふうに構成してるのかっていうところの考慮が今一つ欠けてる場合が多いってことだと思います。次、司法書士から税理士に向けて、登記できる文言になっていない。司法書士から見て税理士さんが作った協議書、やっぱ確かにね、税理士さんってその固定資産税の課税明細とかから物件を拾って作ったりすることがあって、名寄せを調べないので、評価ゼロのね共有持ち分とか、さっき言ったのマジですけどもが漏れてるとか、そういうところが確かにあるなっていうのは僕も感じます。で最後ね、税理士から弁護士に向けて申告費用も考慮してほしいって書いてあります。要は弁護士さんは紛争を解決してまとめます、協議をまとめますと、ただそれで税金が発生するわけです。相続税が発生すると、でその相続税をどうやって払うのと、そこまでちゃんと考慮して、キャッシュをねどう割り振りかするかってことだと思うんですけど、キャッシュをどういうふうにするかとかってことは、納税がちゃんとできるってことも考慮しながら決めてほしいよねっていうふうに税理士さん見てる。どうですか、面白くないですか、こういうふうにねまとめてくれたんですけど、これね確かにそういうのあって、やっぱりねなんですかね、スーパーマンみたいな人はいないので、やっぱ僕らってどうしてもね案件を見るときに、やっぱり登記っていうところを何ですかね、重視してしまうっていうか、そういう色眼鏡でやっぱ案件を見てるんですよ。で税理士さんはやっぱりそうで、やっぱり税理士さんもその納税、相続税の申告っていうことを最終的なゴールとして、相続の案件を捉えてると。で弁護士さんは弁護士さんで、やっぱり紛争を解決するってことをまず考えて、その後に手続きがある、納税があるっていうことをあまり考えずに進めてしまってるっていうところがある。
まあ、これ、ね、三者三様を自分の本当のね本丸のあの部分っていうものからこう離れられないっていうかね、そういう限界があるなっていうのは確かにね、あのやってて思うことは僕も確かにあるので、まあ、これね聞いてね、あ面白いまとめ方だなって思いました。皆さんどうですか、やっぱりあのそういうね自分のなんか専門バカっていうんですかね、自分の専門のところからこう抜け出せない、全体を本当はちゃんと見て完結しなきゃいけないのに、自分の専門のところだけをやっぱりちょっと強く見てしまう、目ばっそこばっかりに目がいってしまうっていうところはきっとあると思うので、そこはやっぱりねあのうまく連携するとかっていうことで、あのちゃんとねケアしていくってことがやっぱ必要だなというふうに聞いてて思いました。いかがでしょうか。あの今回ね3仕様の話をしたんですけども、それ以外にも、まあ、最近はね行政書士さんとかもあのね、ずいぶんかかってらっしゃると思うんですけど、まあ、いろいろね、まあ、そういうのあると思うんで、もしね面白いエピソードがあったらあのコメントいただければなと思います。今日はこれぐらいにしたいと思います。この動画気に入ったって方はチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。